皆さん、こんにちは。モルノです。本日はサマーヒートペリシッチについてレビューをしていきたいと思っています。えっとですね、昨日、おとといか、おとといの深夜に出た SBC の一つで、まあ、能力的には、ね、非常に優れた選手ではあります。で、えっと、この選手はノーマルカードだったり、えっと、ストーリーライン、あの黒のカードです、ね、が結構強かったので、 で、えっと、作成コストが10万ちょっとぐらいでできるので、まあかなりお買い得なのではないかなっていう印象を受けます。まあサマーヒート自体がね、結構、あの、めちゃくちゃいいプロモーションだなっていう印象を受け,受けるので、まあおそらくね、弱くはないでしょう。で、えっとスキルムーブが4スターで、えっと逆足が発行ですね。まあやっぱり逆足僕はすごい好きなので、 まあそこは、えっと、使いやすいとは思います。で身長が1 8 6センチまあこの選手、ね、結構大きいんですよで。大きくてドリブルがいいという、まあ、なかなかこのゲームではいないタイプの選手ですね。でワークレートがハイミディアム、まあ、ここはアタッカーとしては普通ではないでしょうか。でえっと、今回です、ね、ちょっとチームの権ミがどうしても合わず、おそらく、ね、サブで使う方が多いのかなという、えっと、印象を持ったので、ちょっと。 ゲーム5、えっと、サブで投入しているケミストリーでやっていきたいと思っています。で、能力は本当にペース96、ドリブル96あるように素晴らしくて、で、キースタッとしてはシュート力だったりコントロールらへん、まあ、スタミナも99ありますね。で、今回、えっと、ケミストリー、スナイパーつけました。理由としては、まあ、ドリブルとシュート、まあ、ケミストリー5なので、そこまで大幅にアップしないんですけど、 えっとそのぐらいかな、まあ、ペースを無理に上げる必要性もないかなという印象です。まあ、あとね、この選手ね、あの能力的に CDM においても非常に面白いとは思います。えっと、逆足もありますし、ワークレットもそんなに悪くはないので、まあ、今回ちょっとレビューでは使ってはいかないんですけど、まあ、CDM で使うのも面白いとは思います。でトレートですね、トレート、ー並みの小出しと高速まあまあ、まあ、ここら辺はあんまり関係ないですね。 で今回使用していくチームこちらです。えっとまあ、完全に、ね、メンディーやってる最中で、まあ、試合数だけこなしたいという感じで。で、えっと、4、2、3、1のここのストライカーとトップ下、えっと、あとは、まあ、ウィングでも見てって、あとはツ、えっと、ートップですね。あの予備チベンズ場の位置においてどういう働きをするかっていうのを今日見ていきたいと思います。では早速ですが始めていきます。 では見ていきます、えっと、この左のこの選手ですね、この水色のスパイクの選手が、えっと、ペリシッチです。でですね、この選手の、ね、ドリブルは、えっと、もちろん安定感はあるはあるのですが、えっと100まあ、この身長にして 185cm という身長にして安定感があるなっていう、えっと、印象でした。決して、まあ、例えば、ね、あのトップの選手、まあ、モドリッチみたいな本当にトップトップのドリブルをするか。 って言われると、まあ、それに比べたら若干、やっぱり今のシーンとかもそうなんですけど、まあ、細かさっていうのは少し足りないですね。でえっと、最初、まずえっとサイドのえっとことをお話しします。この選手、サイドに置いたらあのかなりねペースが足りないなっていう印象でした。まあ、こういう位置でえっとまあ取りはできるんですけど。 あのまあ、やっぱりね、サイドの選手は、えっと、ペース、まあ、今の時期ですと、本当に99に近いような選手じゃないとだめなので、まあ、これちょっとクワルタードですけど、クワルタードみたいな選手じゃないと、えっとまあ、サイドは務まらないかなと思いました。まあ、サイドのねあのオブザーボールの動きが極めて本当にね普通って感じでした。なので、使うならね中央かなと思って、このあとほとんどストライカーと、まあ、若干トップ下でも使っていってます。 まあ今のねえっとシーンも見てもらう通りえっとまり、ドリブルでねあのまあトップトップのドリブルをするかと言われたら違うんですけど、ドリブルで前に運ぶっていう能力はえっとかなりある選手ですね。あ,ある程度、体が強いので、多少ならえっと強引にねえっとゴール前こじ開けられる選手だなというふうに思いました。 ただね、えっと、やっぱり、まあ、先ほどからねちょっとゴールシーンを見てるんですけどあシュートシーンを見てるんですけどあの決定力に関しては、まあ、そ,のそれこそヨビッチみたいに、えっとまあ、チャンスをすべて決めきる能力っていうのは、まあ、若干物足りないかなという印象を受けました、まあ、こういうシーンとか、まあ、今のシーン、おそらく、まあ、あの入ってなくてもトップの選手ならあの枠には飛んでると思うんですよ。 やっぱそういうとこがねあの違いかなという印象でしたねでオブザーボールの動きは、えっと、やっぱりねワークレートが入っていこともあって、えっと、かなり積極的ですただ、えっとまあ、そこまでそれこそ、まあ、特徴のあるオブザーボールの動きをするかというと割と普通のこういうシーンとかもあの位置に入ってストライカー、まあ、ここの、えっと、ペリッシッですね、えっとまあ、持ってるって感じですね まあ、あの、ストライカーで使うならね、それこそね、今、ヨビッチの方が強いかなっていう印象でした。まあ、これがヨビッチで、もう一人がペリシッチです、ね。まあ、この2人ね、名前も似てるし、まあ、国籍は違うんですけど、かなり <laughs>、まあ、あの、スパイクの色も一緒なんでね、似てますね。で、まあね、今のシーン見てもらうと思うんですけど、やっぱりね、あそこはね、ストライカーなら絶対に決めなきゃいけないんですよ。っていうことを考えると、やっぱりね、決定力、まあ、ケミストリー5で使ってるのもあるんですけど、 まあターンを10にすれば多少は変わってくると思います。全体的な動き方とか。ただ、えっとまあ、サブとして、まあ、使う方が多いと思うので、まあ、サブとして、うーん、どうかなっていう感じですね。ただ、まあ、ここら辺からね、あの完全に、ね、持っていけるシュートまで。ただ、やっぱりそこのね、決定力というか枠に飛ばす力が本当にちょっと足りないかなっていう印象を持ちました。 ただやっぱこういうシーンね、えっとまあ逆足、本当にあの逆足5の魅力ですよね。あそこおそらく多分逆足4の選手じゃ、えっと、取られてる。もしくはえっとまあ入ってもいいんですけどかなりシュート力ある選手じゃないと入りはし,しないと思いますね。まあ、そこはねえっとまあ逆足5の選手ならえっとまあみんなそうなんで,であの、まあ、魅力ですね。まあ、ここのねオブザーボールの動きとかも、えっと、素晴らしいですね。3人目の動きいいですね。 あとこういった、えっと、本当にね、まあ、ゴールシーンは、えっと、少なくはなかったです。まあ,あの、まああいったあの完全に決められるっていうシーンは、えっと、やっぱり決めてはくれるので、まあ、弱くはないですね、あの印象としては。ここから、やっぱりあの本当にドリブルもできますし、それでゴールまで持っていける、やっぱり右、左、両方コースがあるのはすごく大きいです。 でこのシーンね、すごく良かったですね、ここから後ろから来て、お,お結構、エグいシュート、いつなっていう感じで、置いていきます。では、最後、ペリシッチまとめていきます。まあ、この選手ね、えっと、値段が11万なので、えっと、作って損はないとは思います。ただ、えっと、強いかって言われたら、僕は微妙だなっていう感じはしました。もちろん、逆足5なので、えっと、ある程度の結果は残します。ただわざわざざチームに組 込みたい選手かと言われたら、えっと、スタメン、うん、わざわざは使いたいとは僕は全然思わなかったですね、えっとまあ、サイドで置くなら、えっと、圧倒的にペースが足りませんしストライカーで置くなら決定力が足りないです、まあ、トップ下としてもこれ以上にもっと強い選手はいっぱいいるなという、えっと、印象でしたでねえっと、まあ、まあ弱くはないので全然あのブンデスのチームとかであればあのぜひ作るべきカードだと思いますこの値段なので でえっと、もちろん、ね、デイビスと、えっと、フルリンクで左、えっと左,ミート左バックでつなげられるところは、えっと、かなりいいと思います、まあ。デイビスのカード自体はかなり強いのでそれで、まあ、リンクが悪いので、まあ、この選手はあのちょうどいいのかなという印象を受けます。で今回は、えっと、ケミストリー5で使っていたのでえっと、とも言えないんですけどフォ、まあ、ー,ークがいいのかなという印象を受けました。えっと、やっぱり、ね、シューートトブーストは必要ですです まあ使う場合はねできるだけケーストリー10は必要な選手なのかなという印象も受けましたでまあ値段考えると10点中8点かなえっとただ本当にねわざわざ、S、あのサブで作る選手かと言われたら、うん、僕は作らなくてもいいと思いますえっとまあこの値段で、えっと、まあ最悪の94の数なんで SBC に戻しちゃえばいいんですけど ああ、それこそ左ミートならラファとかの方が全然、あの、サブで出てきたインパクトは全然強いなっていう印象です。で、まあ、ブンデスの左ミートって、まあ、本当に誰もいなくて、えっ、ー、と、コスティッチしかいなくて、ただ、コスティッチがスリッサスリッサーなんで、まあ,あの、はっきり言って全然微妙です。ただ、まあ、よりね、ウィンガータイプなのは間違いなくコスティッチです。えっ、ー、と、縦に突破するとかを考えたら、えっ、ー、と、コスティッチの方がいいと思います。っていう感じですね。えっ、ー、と、 まあ本当にね、わざわざ作るべきではないなっていうのが僕の結論です。えっと、ただね、この選手ね、えっと、結構評判も他の方いいので、まああの,他のレビューとか見てみて、まあ、強いとおっしゃる方はすごく多いので、まあ、そこらへんも、ね、参考にしていただければいいかなというふうに考えています。という感じで、えっと、終えていきます。えっとまあ、質問とかあれば、ツイッターでも、あのここのコメントでもぜひください。 えっと、それとですね、あと、やっぱりチャンネル登録の方、ぜひね、あの、お願いします。今、ユーザーがだいたい見てる方は3500人ぐらいいるんですけど、チャンネル登録者数250人と、ちょっと悲しいので、<laughs> でも、すごくね、あの、充実した数字にはなってきてますので、めちゃくちゃ喜んではいるんですけど、ぜひ、まだ未登録の方、ぜひお願いします。そして、高評価もよろしくお願いします。てな感じで終えていきます。ありがとうございます。ではまた。